今回は2時3時ライバーのお豆腐メンタルなライバー8選を紹介するぞ。メンタルがやられてふにゃふにゃライバーに、そんな姿を紹介してくぜ。私、ライバーってメンタルが強いものと思ってたけどそうでもないのかしら？まあ、ライバーも人間だからな。人間以外もいるけどね。5本、それじゃあ最後まで見ていってくれ。起立、気をつけ。最初に紹介するのは異界の扉を開くコアラな悪魔デビデビデビルさんだ。デビちゃんの弱った姿は万病に効く薬って言われてるからね。そうだよな。私のおじいちゃんもデビ虐された声で、長年の腰痛が治ったとか治ってないとか。さすがね。さて今回のお薬は2時3時麻雀牌での出来事だ。そこでは椎名選手、三枝選手、雨宮選手、そしてデビル選手の4人で試合をしていたんだ。その試合一体どんな結果になるの？実はその試合で窮地に追いやられるんだ。やばい。デビちゃんが椎名先輩を飛ばさんとやばい。あ、そうだね、デビちゃんがね。知らん。いやデビちゃんが1位になってちゃう。いやデビちゃんでもさ、シーシーがさ7万6000点取ったようにデビちゃんも取れるかもしれないんだよ。そう、取れるかもしれないじゃん、うん、まだいけるよ。あ、もうメンタルがボキリってな、この悪魔。メンタル弱え。どうしよう。ダメだもうこれ、もう取ったことない。もうダメだ、ボキリだ、もうおしまいだ。腹痛い。大輝、こんなにさ、こんなことしたらいいの、ここ。デビちゃんは高い手をいっぱい上がるしかない。僕、ね、が8万点取ったら1位。そう、8万点取ったら1位かもね。でも、ちょ、椎名先輩から、うん、椎名先輩と差をつければいいから、うん、ちなみに私、降りない。もうずっと勝負するわ。ね、それ怖いわ、逆に。逆に怖いかも。やっぱ折れるわ。やっぱ嫌かも。折れる。あ、もう赤ちゃんになっちゃったです。もうデビちゃんがもうへそ曲げちゃった。泣いちゃった。こんな心じゃ、マイちゃんなんかうちもうできないよ。もうすごい調子よくてやっと勝てるのに。圧倒的点数格差。確かにこれならメンタルがぽっきりやられるなんてことになりそうね。あまりのやられっぷりに他のメンバーも、まだ戦える、まだいける、頑張ろうとエールを送ってはいるが、すでにデビちゃんの豆腐メンタルはボロボロのボロよ。リスナーからは、かわいそうでかわいい泣かないでー、プンプンしくしくデビちゃんかわいすぎる、といったコメントが寄せられていたぜ。リスナーからも慰めてもらって、だがそのボロボロ涙は間違いなく飛躍だ。ぜひみんなも聞いてみてくれ。次に紹介するのは2時3時のオフ担当前本圭介さんだ。おじさんだからこその配信はとっても面白いわよね。特に力一さんとの前本力一は最高のコンビよね。わかってるじゃないか、霊夢。そして紹介する配信はその前本力一のラジオでのこと。前本さんはなんと、隣で女子小学生が2時3時に関して話しているのを耳にしたそう。小学生も2時3時のライバーを見ているなんてなんだか誇らしいわね。驚きだよな。前本さんも2時3時が知れ渡ってると聞いて、同じように感心していたんだが。今俺、整体に通ってて、整体まで歩いて通ってるんですよ。はいはい。で、歩いて通ってると、まあ、いくつか交差点とかで止まったりもするわけじゃないですか、信号とかでね。うん、はい。で、まあ、帰りだったんですけど、帰りの、歩きで帰ってる途中に、うん、まあ、信号で止まってぼーって待ったら、横で小学生の女子学生が、女子小学生が女子小学生が3、4人こう、うん、こう、まあ、歩いて喋ってたんです。あ、なんか登下校、下校中みたいな、下校中段階なんですけど、はいはいはい、そしたら1、10、100、1000、100、満点サロメって言い出したんです。言ってたの。そうで、うわっと思って、うん、サロメの挨拶やってるって言ったら、うん、普通に普通にサロメ可愛いよねみたいな感じで普通に2、3時の話し始めたの。へえ。俺めっちゃ嬉しくて、うわぁ、もう小学生までなんかすごいなんか知れ渡ってるんだ2時3時ってと思って、うん、すごい感動したの、ね。うん、そしたらなんでか知らないけどその話の流れの中で、うん、前本見る？前本見ねえよって。
見ねえや知ってるけど見ねえや女子小学生に唐突に名前出されて唐突にディスられるっていうあいつの配信に何やってるか分かんねえやあいつ1、10、100、1000、って突っかいてたよあいつもうねもう俺さその可能性って何パーセントなんだろうと思って俺もうさバカビビったんだよねその瞬間、うん、めちゃくちゃ嬉しかったね俺その瞬間ものすごい短期間で5秒ぐらいですよ言うたらもう本当にうわ2時3時ってこんな小学生の子も見てくれてんだこんなになんかすげえと思ったらその数秒間の間にすげえ簡単にディスられたで俺が人生においてこの交差点でこれを聞く可能性何パーだったんだろうって、まあ、奇跡だよねそんなね、うん、耳にできるのは、うん、で何も言えんしその場でなんだよこの野郎お前って勝ち殺すってそのファンサができない悲しさよねその名乗りでもできないしその女子小学生にだしねディスられているという、うんね、その現実もなんとなく受け止めれるし町の声聞いちゃったよまさかこんなダイレクトに批判を見にすることがあるなんて、うん、おそれをきっかけでねやっぱこれはそんな簡単には起こりえない現象だなと思ったから、はい、すぐその役払い行くかどうかの話をしていた西園のところに行こう、うん、行かなきゃダメだもん天のお導きだとそうこれはもうマリステン様のお導きみたいな感じでもうすぐさま仕方ない仕方ないわよマイモッちゃん確かにマイモトさんの配信を見ている女子小学生の絵面なんて想像できんな確かに違和感があるわよねその絵面小学生たちも悪気があったわけじゃないとまさか隣に話題に出してたのうかがいるとは思わないものマイモト見てる見ねえよってなかなかリアルな感想で聞くよなリスナーからは二次三次が認知されてることもすごいし小学生にまで扱いを心得られてるのもすごい女子小学生がマイモトを認知してて自分らが見て楽しめるライバーじゃないって抑えてるといったコメントが寄せられていたぜマイモトさんはこれを機に渋っていた役払いに行くと決意確かにこんな場面に立ち会うなんて天の導きと思うわね次に紹介するのは牛丼のうまさを知った男子中学生うずきこうさんだ武功特有の面白さがあって配信は人気よねそんなうずきさんが金ねじきを倒すという企画を実施金ねじきはポケモン最高難易度と言われているものでなかなかのポケモンバトルを繰り広げられていたしかしその一戦の中うずきさんのメンタルがやられることが起こってしまうどんなことが起こったのなんというかどんまいとしか言えない結果になったんだ波乗りでいいよな波乗りだな多分エアスラかおーこれオーンだな何くらった100近くくらってるからミラコ200で落とせないな波乗りだなおーねえねえ聞いてないよ聞いてないよそれはにゃ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 ピカピカピカこれはポケモンをよく知らないお友達に説明すると相手のポケモンからの攻撃確かエアスラッシュだったわよねこの技3割の確率で相手をひるませるつまりうずきさんのポケモンの攻撃がキャンセルされるってことなんだ3割って低い確率よねポケモンバトルじゃ3割なんてよく出るんだがさすがにここまで出てしまうと何も言えないぜリスナーからは負けは突然やってくる壊れちゃったまあ元気出せやといったコメントが寄せられていたぜ完全にメンタルがやられて最後にはピカチュウになってしまって武功はメンタルが崩れると電気ネズミになっちゃうのか次に紹介するのはヘルエスタ王国の気高き第2王女リゼヘルエスタさんだ自称陰キャだけど公式の番組に MC として参加して立派に活動して本当に陰キャと思わせるけどかと思えば立派に陰キャのような挙取りを見せてくれるリゼ様はどっちと思わせる稀有な存在なんですそういうリゼさんは海などが苦手なようだもちろん私も知ってるわよ
だがリゼ様はポケモンスナップというゲームで深海に赴くことに。なんだって、大丈夫なの？霊夢の心配の通り、大丈夫ではなかったな。いや行こう。うわー、静かだよ、ちょっと待って、何が来る？なに、なになになに、揺れてるて。弱し？あれ？何？大丈夫？大丈夫じゃない。よかった。弱しの群れか。ネオ番号もいる。うわぁ、なんじゃこりゃ。君のポケモンだと思う。はぁ、このまま終えるから。どこに？よし、周囲を注意深く探してくれ。でもどうしたらいいの？弱しを今集合してたのが釣ったのか。もしかして片っ端からイルミナボールを当てれば集合したりとかは。一箇所に集まってる気はする。マジおこい、なんだこのサーチ。今見た、今め。とりあえずたくさんいる弱しを光らせてみよう。うるせえ。お前、私の気持ちが。あ、応援ありがとうね。リゼ様、ポケモンスナップというゲームがポケモンのリアルな生活を観察できるもので、解像度やリアルなポケモンの生態も相まって本当に深海にいるかのようだったな。すごい面白そうなゲームだけど、リゼ様にとっては大ダメージね。あんな深海にいる大型のポケモンを見れば悲鳴を上げてしまうのも当然だな。リスナーからは、水族館で見るくらい海と目の前に来るサメはさすがに怖くて見んかった。この様子のリゼ様見てたらなんか俺も怖くなってきた。といったコメントが寄せられていたぜ。次に紹介するのはアブラハム、アブラゼミーアイブラヒムさんだ。イブちゃんの名前いじりはもう鉄板ネタね。そんなハムソーセージ、あ、間違えた。そんなイブラヒムさんがとある配信でのこと、星野源さんと新垣結衣さんの結婚について触れる。まさかイブちゃん、ガッキーロス？目に見えてメンタルがやられていたぜ。星野結衣になっちゃったってことよね。だから。ホッシーじゃんな。もうスパチャ切ってるらしい。ちょっと待って、じゃあつけますけども。じゃあホシノってことよな。シノだぞ。あ、そっか、アラガキはそのガキの部分は名字の後半だから、ホシノで言ったら無名字の後半であるシノがこう選択されるから、しのうか、しんのう。マジか。いや、言いづれえわ。ガッキーでいいやん、もうそんなのは。いやー違うのよ。じゃあ別にね、まあ普通の女優さんとかさだったらさ、別になんとも思いませんよ。ただね、ガッキーはうちのリスナーなんだよ。別にいいのよ。そんなさ、女優さんが結婚するってまあいいことじゃない。それはガッキーはね、このイブラヒムチャンネルのリスナーだったんだよ。だからなんかさ、いや、まあな、おめでたいですけどね。さ、じゃあやりますか。空気読み。ガッキーロスの典型的な例みたいね。配信を見てもらった通り、二人の結婚について、序盤の方で触れ終わると思っていたが、実はこの後も結婚の話についてその後も、ずるずるとその話題を持ち出しているんだ。これは重症ね。ゲームの最中にカップルが出てくると、ゲンとガッキーもこんなことやったのかなと、言葉を漏らす場面も、リスナーからは、最初から最後までずっとこうだったし、ゲーム誰も見てなかった。ガッキー結婚喜ぶ派と落ち込む派でめっちゃ分かれてるのくさ、イブラヒムって結局どっち？といったコメントが寄せられていたぜ。イブラヒムさんは物思いにふけながら、49分2秒の配信をしていた。本当に終始この星野源さんと新垣結衣さんの結婚話が多かったみたいね。次に紹介するのは二次三次会の金ポンコツのやべえやつ高宮リオンさんだ。私はリオンさんはかなり勝ち気な性格に思うのだけど、
普段はそうかもしれないな。でも今回に関してはそうもいかないんだぜ。そうなの。 SAO のキリトの話をしてる時にはそれはもうすごい熱弁で、周りで恐れられるほどだけど。だがパソコンが壊れるのはそんな高宮さんでも辛いことなんだ。パソコンってライバーにとって重要すぎるものだからね。そんな中、頑張って配信を始めた高宮さんがこちら。私のパソコン壊れてしまったかもしれん。もうダメかも、死んでしまうかも。なんでさ、いきなりあんなことなる。ゴミ温室あると、もう無理かも。リスナーに煽られてる、悲しすぎるだろ。機械は壊れる、あんなさ、あんな壊れるもん、あんな急に壊れる、急に壊れるものですか。皆様お疲れ様でした。こんな状態で痛くないですけど、ニジフェス2021、みんな出てくる。私ライバー人生で一番減らってるかもしんない今。私ライバー人生で一番減らってるかも。無理。無理かも。こんな笑うタイプのヘラ、私笑うタイプのヘラなの？ネジサンジのさ、すごいヘラってる今。もう無理、ヘラってるしか言えてない。配信中だってこと忘れて、私まだ放送開始してない。私のさ、パソコンが壊れてるだけじゃなくて、放送まだ開始してないよね、2時3時の。始まったら始まったって言って、みんな2時3時ダイレクトちゃんと私のやつ映るかな。大丈夫、みんな高評価をしてくれた。もうダメかも、減らりそう。20時からじゃねえの、あと5分。無理、どうしよう。2時3時ダイレクト、2時3時ダイレクトまだ、陽気、みんなチャンネル登録してくれた。配信の質も音声は悪いようね。ずっと不安げな言動でいる高宮さん。でも案外この音質での高宮さんもいいわね。さらにメンタルがやられてて、ふにゃったリオン様はほっこりするわ。リスナーからは、わかるわ、機械言うこと聞かないと自力でどうにかできる気がしなくて不安になる、 PC 君燃え尽きたのか、といったコメントが寄せられていたぜ。次に紹介するのはメイド服着用、見た目の印象抜群のエルフ花畑チャイカさんだ。2時3時ライバーの中でかなり異色で、2時3時の顔とも言える人よね。花畑さんはよく豆腐メンタルを発動してることで有名だ。確かに感情の起伏が激しめのエルフだからね。急に切れてきたと思ったら、次はいじけるなんてこともあるな。そして紹介するのは、二次クイの未公開シーン集でのこと。クイズミリオネアを模したクイズ、リキオネアで、問題を出されるんだが、そこでの月のミトさんの言葉で大ダメージを受ける。助けてください。いや、私はあえて、何も、言わない。ほぉ。私は信じているから、みんなのこと、そんな、命がかかってるとか、そういう、私は命がかかってるって言ったらみんな間違える方をしちゃうもんな。やったりやったり。そんなわけないだろう。ばらけさせたら。チャイカアンチばっかだから。そんな嘘。タイバーって。嘘。嫌われてるのか私は。嫌われてないよって言って。ヤシロ、助けてくれ。何気ない院長の言葉でチャイちゃんが傷ついた。その後の妙な感と来たら、大丈夫よチャイちゃん、私はチャイちゃんのこと大好きだからね。ちゃんと私は頑張って問題を考えるから。リスナーからは、委員長のライバーに嫌われてる発言でヘラり出して、社に助け求めるチャイちゃん好き、きっと大丈夫だよ、きっと
とね、といったコメントが寄せられていたぜ。嫌われてないよって言ってって言っててその間が面白かったわね。最速メンタルの復旧にはみんなの温かい声が必要なんだよ。最後に紹介するのは小さな錬金術師アンジュカトリーナさんだ。同期3人組のグループ、サンバカは人気のグループよね。その仲の良さは VTuber 屈指だ。そんな羨ましい友人関係を持ってるアンちゃんは一体どんなメンタルダメージを受けちゃったの？どうやらアンジュさんはうまくやりたい配信ができずにメンタルがやられながら配信を開始。こんばんは、ダメ人間です。聞こえますか？私がダメ人間アンジュカトリーナだ。よろしくな。あーなんでなんで、ブー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 、超える、もうダメだ、もう死ぬんだ、もうダメだ、鬱だこんなの、いやもう一生の不覚だ、もうダメだこんなの連続でやるなんて信じらんない、もうやだやだやだ、なんなの、もうやだ、本当になる、もう死ぬんだ、死ぬ、もう本当やだ、なんで、もうイーブイー、もう犬イー、うわうつ雑談タイトルちょっと待ってね、サムネがねちょっといいのがなかったから、前回の使い回しちゃったからちょっとなんかいいのに変えてきます。ちょっと待ってくれ。これも開始告知すべき？この開始いる？いるのか。うんうん、もうやだ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 、死ぬんだ死ぬんだ、もうなんで、違うの、もう理由がわかんない、もうね何がいいかわかんないの、違うの、もうわかんない。ちょっと待ってな、じゃこんな配信にみんなが来てるのも申し訳ない、いやでもなんかしないとと思って、だからスパちゃんごめん、もう切るわ、ごめんな、ごめんみんなありがとう、ちょっと待ってスパちゃん切ります、さすがに申し訳なさすぎる、ごめんね、引っかかった V ねえじゃねえが。ちょっと待ってごめんね、ありがとうありがとう、スパちゃんみんなありがとう、ごめんごめん、そういうのがしたかったじゃないの、ごめんね、一旦切るね、ありがとうみんなありがとうね。機材トラブルで弱々のアンジュ爆誕、こんな弱ったアンジュさんは胸キュン製造機だ。その後さっきも紹介した仲良しの同期リゼさんとイヌイさんに連絡を取り慰めてもらっていて、アンジュさんのメンタルも癒されてるのもわかるぜ。リスナーからは初手可愛すぎて心臓止まった、惚れるで、3回くらい見返して3回くらい浄化されて死んでるけどもう1回見返してくるわ、といったコメントが寄せられていたぜ。さて今回の紹介は以上だ。どうだったかな。結構メンタルがやられてる人って多いわね。まあでもそんな姿は私たちリスナーにとってなかなか見見ものではあるが、かわいそうがかわいいってやつ。これからもたくさん動画を投稿してくのでチャンネル登録高評価よろしくなんだぜ。それではご視聴いただきありがとうございました。